国立大4割、女子枠導入へ。入試に女子枠を導入済み、または導入する方向の国立大学は33大学と、全体の4割に達することが朝日新聞の調査で分かった。女子の割合が少ない理工系の学部が中心で、学生の多様性を確保するのが狙い。急増の背景に、国の後押しと大学の危機感がある。導入済みとしたのは東京工業大や熊本大など12大学。導入時期は名古屋工業大の一部が1994年の入学者向けの入試からで、2023年度入試が3大学、24年度入試で始めたのが8大学だった。導入決定は京都大や千葉大など17大学で、25年度入試からが14大学、26年度が3大学、学部は工学系が多く、理学系や情報系もあった。導入した学部の入試での募集人員のうち、女子枠の占める割合は 1% 程度から十数パーセント程度だった。入試形式は総合型や学校推薦型で、一般選抜はなかった。こちら当チャンネルで実施したアンケート、女子枠を導入する大学が増えることについて大多数が反対だそうです。女子枠があること自体が女子の尊厳を犯してる。高偏差値高校だと周囲の女子は人数の問題で結構が医学部に行くから工学とか理学とかの道が行きやすくなるのは嬉しいな。優秀な女子はなくても受かるんよ。国公立に関しては全面的に反対。国公立は税金によって運営されてる一面があり、納税の義務は男女問わず課せられるから男女間で機会の平等を崩す理由がない。そんなことするなら比較的男子が少ない薬学部と看護学部には男子枠追加しないとダメだよね。時代が変わるにつれて良くなっていくべきなのに悪い方向にしか行ってない。おかしいやろ。男女問わずちゃんと努力した人に対する差別だ。歪んでくると思う。理系に女子枠あっても女子は理系行かないだろうな。文系のキラキラ大学生に憧れがある限りはね。実力で入った女子が女子枠って言われそうでかわいそう。俺も女子になりたかったなぁと。ご視聴ありがとうございました。